古神道は知事入とありまして、神道的な知識と歴史の知識と、まあ武術も教えないとダメなんで、だから初っ端剣払いをさせていただきました。こちら剣払い、剣道をやってる方いらっしゃいますか？手を挙げてください。ないですか？こちら悪いんですが、竹内家では剣はしまうときに特別な、あ、ごめん、ありがとう。竹内家では特別な、しまい方がありますが、まあ、基本的に、剣払いの後は、払うんです、剣。そうやって納刀します。いかがでしょう？挑戦者3人。どうです？手を挙げてください。よっしゃ！直接伝授。直伝です。直伝ですよ。目の前に僕は向き合いますから。で、こう。それで向かいましょう。どうしよう。はい。はい。ずらして。待って。でも、ちょっとこう、ちょっとこう、こっちにずらして、ね。ノートに入るんですわ。いいか、もう一回言います。こっちなんて、これで、はい。おお、できた、できた。どっちかっていうと、神道とちょっと違うんですよ。神道は、どっちかっていうと、学問ですから。学問重要です。それはとても重要なんですが、実技がないとダメですから。そういった実技も含まえて、まあ、どうなんでしょうね。神道はなんか、今の神道は宗教なのかな？なんとなく正直言うと、失礼ながらサラリーマン的な感じがするんですよ。で、実技がないっていうのは、それは、不幸なことです。本当の神道ではありません。ですから、まあ僕も正直言いましょう。僕はもう引退しようと思ってました。50過ぎてるんですよ、僕。この年で。50過ぎてるんで、もう隠居しようと思ったんですが、ちょっと後継ぎに恵まれてなかったんで、お前後継ぎ作ってないのっていう世界になってるんで、いいじゃん。一族で誰か後継ぎに継ぐればいいじゃんって思ったんですけど、やっぱり実技が全部教えれる人がいないんで、まあ、今回の会は皆さんに今みたいにやっていただく、全員にやっていただくとはできないんですが、やってみたい人がやってみたらいいと思う。やはり、祝詞とかを唱える経験があると良いと思うので、今回は、祝詞掃除がありますが、最上払い。
の乗り子はレジュメにあると思います。で、こちらは高天原にで派になりますが、実はこの高天原を何と読むかっていうのを考えて、なんと元利宣長は古事記伝の代表作の一作品の一巻全部高天原になってます。そこまで研究したんですよ。そんな甘いもんじゃないんですよ。でね、唱え方にも流派があるんです。まあ、一般的には、まず高天原は高天原と読むのか、高天ヶ原と読むのか、とか、そういう名前の違いがあります。他にもあるんですが。で、唱え方にも一般的にすごい流儀がありまして、唱え方は、かっこいいのは、高まほのっていうふうな感じの、高まほのっていう、一般的な、神主の唱熱は、実は天皇はこんな唱え方はしません。天皇も神義官も。天皇も神義官もこう唱えます。それを伝授。伝授いたします。これが正式です。高天ヶ原のっていうふうに唱えます。実は一音一音、そのように伝授します。高天ヶ原のっていうふうに唱えます。意外とそうなんです。高天ヶ原のっていうのは、あれは結構仏教の影響だと思います。なんでかというと、その方がありがたい気がするからです。長い方がいいって言われるんで。神道で長いものって大祓いの祝詞ですけど、これは、謎がありますから。大祓いの祝詞の真ん中のところに、ふとのりとごとのれ、かくのらば、というふうに続きます。その間のふとのりとごと、内緒です。実は今の天皇陛下も知りません。実は、これ知ってる人ってほとんどいません。ほとんどというか、日本でも二人しかいない。思います。でもそれを知ろうと思っても意味はないです。私はそう思っています。何か神道を気に入った時に良いのは、みそぎの大祓い、レジュメの初っ端に書いてますが、これがいいです。身を削ぐ。身の汚れを削ぐ。ということですね。今日は6月30日です。皆さん。これは名越の大祓いの日なんです。名越の祓いの日なんです。だから、日本は春秋歴っていうのがあったんで、1年は実は2年だったんです。その初っ端の日なんで、今日。ここで皆さんが祓われるわけです。すいませんね、変な宗教団体みたいな講演になって。僕はあんまり宗教団体の人じゃないんです。ですが、まあ、みそぎの大祓いは短いですから覚えれますので、高天原にかむずまりのすかむろぎかむろみのみこともちてって感じで、唱えていけば良いです。神主さんみたいに歌えるのも楽しいと思いますが、お年を召した方なら、若い方は、やはり天皇家流に、高天原にかむずまりませんって感じで唱えた方がいいです。逆に、お年を召した人は、ある程度、高天原にかみずまりますという感じで唱えるのもよろしいかと思います。自分の感覚で、自分の、皆さん、
自分の感覚で捉えてください。自分の感覚で捉えてください。それが自分のノリとです。自分の感覚で、ぜひ。